うん、想像しいな。朝からこれでは精神衛生上好ましくないな。先が思いやられるが致し方ない。これも覚悟の上。どうした？奇妙な声を出すでない。タケルちゃん、遅刻しちゃうよ。うん、確かに。そろそろ起きねば遅刻するな。何故だ？タケルちゃん！あ！親切で言っているのだ。無下にするでない。え、タケルちゃん、はあ、
だよ、不純だよ、汚れてるよ。信じられないよ、信じたくないよ。タケルちゃんのバカ、バカ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 、バカ。関係あるよ。でももういいよ。タケルちゃんは何しても殴るときは殴るよ。だから私頭悪いんだね。最近記憶力も落ちてきた気がするよ。美味しかったよ。この辺、泥棒なんて話聞いたことないもんね。これで明日から安心して起こしに行けるよ。ん？どうしたの？遅刻しちゃうよ。気にならないけどな。だってタケルちゃんが人の話聞かないの昔っからじゃん。今さら何言ってんのさ。私ぐらいのもんだよね、きっとタケルちゃんと会話できるの。そう？断る。絶対や。却下。あいたー。やだ、それはダメ。やだやだ、タケルちゃんのこと起こしに行けなくなっちゃうよ。あの人はよくって、私はダメなんてずるい。あ、止まった。ありまくりだよ。全部口に出てたよ。だいたいどう見てもあれ人間でしょ。はっ、へっへー、これ以上は食らわないようだ。
死ぬかと思ったよ。これはウサギさんだよ。それに薄汚いなんて言わないでよバカ。じゃあ新しいの買ってくれる？そう言うと思ったよ。おはよう。あ、やっぱりそうだったの。まあ大丈夫よ。人間って意外に丈夫にできてるから。腕のいい脳外科医なら紹介するけど。おはよう、鏡。朝から星になるなんて、いい技持ってるわね。光月先生、ひどーい。次からは、避けてね。あなたたちは毎日毎日遅刻ギリギリで、おまけに入ってきた途端騒がしくて。はぁ、そうだそうだ。鏡さんもよ。うん、ごめんなさい。白金くん、黙ってないで。なんとか言いなさいよ。ちょっと、人の話聞いてるの？肝って、ちょっと、それどういう意味？なんですって？あ！もうすぐホームルームが始まるわ。教室の外に出ないで。予鈴はとっくに鳴ったでしょ？聞こえなかった？あなたに好きになってもらわなくても構わないわ。いいから席に戻りなさいよ。あっ、待ちなさい。
何するのよ。早くどいて。朝からなかなか。これは単なる事故よ。それより、あやみねさん？挨拶くらいしなさいよ。あやみねさん、聞いてるの？たけるちゃん、さかきさん大丈夫？あやみねさん、おはよう。おはよう。あなたね。地獄じゅる。いた。ミキちゃん、大丈夫？いた。ちづるちゃん、おはよう。すみかちゃんもけいちゃんもおはよう。タマセさん、もう少し余裕を持ってくればそんなに焦らなくて済むのよ。あれ、タケルちゃんどうしたの？涙出てるよ。どっか痛いの？大丈夫？ちょっと見せて。動きが止まった。急いで。よいしょ。いやー、一時はどうなることかと思ったよ。死んだかと思っちゃった。騒がせなんだから、鎧さんは。やっぱいいね、日本は。しかも、人がいるって安心するね。今度はどこに行ってきたの？タケル、久しぶりだね。背伸びた？なんかもう3年くらい会ってないような気がするけど。にしても参ったよ。起きたらマグロ漁船みたいのに巣巻き状態で乗せられてて。みんなおはよう。さ、席ついて。起立。礼。着席。それじゃあ出席取るわね。あやみねさん、感心感心。今日はちゃんと来たのね。ごくまれに。まあ、鎧さんまで。よかった。はい、
一瞬の隙をついてマラッカ海峡で LPG タンカーに。あれ、そういえば今日高田くんお休みなのかな。さて、今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。ゴーダくんが転校してしまいました。はぁ、転校ですか。何でも急に野球の実力校からスカウトが来たらしいの。ムードメーカーだったのに残念ね。タケルちゃん、ゴーダくんが転校なんて知ってた？どうしちゃったんだろう。ヨロイさん、仲良かったからね。じゃあみんなも精一杯悲しんだところで、転校生を紹介します。おお、またですか。今度は女の子よ。白金くん、よかったわね。さあ入ってきて。はいはい、白金くん、はしゃぎすぎよ。今日から皆さんと一緒に勉強することになった、みつるぎめいやさんです。めいやだ。以後見知りおくがよい。そしてもう一人。みつるぎゆうひさんです。ゆうひと申します。3年 B 組の皆様、以後お見知りおきいただきますようよろしくお願いいたします。おー、あら、白金くん、よく知ってるわね。知り合い？ゆうひさんとめいやさんはずっと海外に留学していて、日本に戻ったのはつい最近だから、みんな、ちゃんと面倒見てあげてね。はーい！タケル、共に過ごせること嬉しく思うぞ。おお、メイヤでよい。おお、そなたに感謝を。はあ、昨夜は夢心地であった。傍らにそなたのぬくもりを感じて眠れたのだからな。昨晩寝所に姿が見当たらないと思えば、そなたそのような抜け駆けを。先手必勝と申します。
いかに相手が姉上とはいえ、こればかりはやすやすと譲れませぬゆえ。見事ですね、名や。ですがこれより先、タケル殿がそなたの傷にかなうなどとは思わぬがよい。は、重々、肝に銘じておきます。おお、天候早々白金をめぐって三角関係。タケルちゃん、どういうこと？よーし、私たちも天候だ。おー、うん、ちょっとあなたたちは、メイヤ様とユイ様のお世話をさせていただいているものだ。この度私たちもこの3年 B 組に転入してやることに決定しました。はぁ、皆様、大変お騒がせいたしました。我が三剣家に仕える者たちのご無礼、何卒平にご容赦を。進化の比例は主の責任、皆の者、許すがよいぞ。いいのよ、気にしないで。海外が長かったんだもの、仕方ないわよね。気を取り直して、席決めましょう。ね、席。そうね。白金の両隣にしましょう。ちょうど空いてるから。ダメ！あんたたち、さっさと自分の席に着きなさい。せっかく空けた席でしょ。は、心得ております。恐れ入ります。ちょっと言う、光月先生、なんでここにいらっしゃるんですか？ B 組のホームルームを。さっちゃと終わらせたわよ。時間を無駄にするのって好きじゃないのよね。だったら職員室に戻ってください。それに人のクラスの席順勝手に決めないでいただけますか？何よ、ご挨拶ね。わざわざあんたの尻拭いしに来てあげたのに。私の尻拭い？そうよ、一人忘れていったでしょ。一人忘れ、あらら、いくら存在感が薄いからって担任教師がそんな薄情なことしていいのかしらね。それはその、まったく、そんなんじゃ教師以前に人間失格ね。再起不能？仕方ないわね。成り行き上、私が代わりにやっといてあげる。うん、そういえばこのクラスの佐藤と田中、二人とも親が急に栄転したとかで昨日付で転校したわよ。はあ、じゃあマリモが忘れたもう一人紹介するわ。いいわよ、入ってらっしゃい。はい。今日からこのクラスに入る八代かすみよ。八代かすみです。皆さん、よろしくお願いします。八代は生まれも育ちもロシアで、日本に来たのは初めてらしいわ。そうね。はい。
来年の4月に飛び級進学で白陵大に入るんだけど、生活環境と同期生に慣れておくためにまずここに来たってわけ。まあ見ての通り人見知りで存在感薄い子だけど、よろしく面倒見てあげてちょうだい。はーい。したわ。してくるとは何やら因縁めいたものを感じるな。はじめまして、社さん。私は三剣雄飛と申します。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。社、初日の女子に泣かれるなんて、なんか訳ありなんじゃないの？本当に初対面？タケル、どうやら因縁めいたものがあったのはそなたたちだったようだな。そのあたりのご事情、是が非にも伺いたいものですが。嫌ですわ、タケル様。紛らわしいのは、どうか勇気とお呼びしてください。あ、姉上！うわあ！タケルちゃんが三つ
ビさんにくっついた！あいたー！タケルさん！そんなことしてダメですよ！そうだよ！ダメだよ、タケル！白金、大胆。もっと、する。たけるちゃんの。バカー！やっば！榊さん、転校生がたくさん来たので席替えしましょう。席替え賛成です。あら、でもあなたたちは目が悪いとか前が見えないから。それはもう大丈夫になりましたから。あ、そうなの。神宮寺教諭、なりませんぞ。転校初日から席替えなど混乱こそすれ。しながら私も席替えには反対よ。ダメ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 、絶対席替えするの。僕は別に今のままでもいいかな。席替え、席替え。みんなお願いだから落ち着いて。わかった、ここは私に預からせてちょうだい。校長先生、あんたたちには料理対決をしてもらうわ。ちょっと待ってください。なんでそういうことに。優勝者には白金の隣の席を与える。どう？ゆうこ、やります、やらせてください。やしろ、あんたはどうする。やります。しろがね、あんたは恋愛原子核なんです。恋愛原子核。おそらく原子核が電子を捉える電磁力のような力があんたにはあるのよ。ああ、その力の存在を物理的に解明できれば誰でもモテモテの時代が来るの。マリモ、待っててね。大きなお世話です。私は勝つよ、必ずね。僕だって負けないよ。私も自分の手で掴み取ります。ねえねえ、ハルコ。ああ、アカネ、もう休み時間だってのに B 組は何の騒ぎ。それがさ、転校生たちとクラス女子の間で白金くんの争奪戦が始まっちゃって。へえ、それで千鶴も熱くなってるのか。あ、アカネ、勘違いしないでよ。私はあくまでクラスの風紀のためなんだから。無理すんな。ちょっとあやみねさん。姉上、存外に厳しい戦いを強いられるやもしれませんが、三つ剣の戦に敗北は許されません。心してかかりましょう。共に王道を行く者として存分に戦い、かの者たちに道を表しましょうぞ。そうですね、ヤシロさん。私、かすみでいいです。私、みんなにもかすみちゃんにも絶対負けないから。私も負けません。よーし、正々